花ちゃんといえばこのコーナー、花ちゃんと歌おうです。本日は民謡大好き仲良しコンビにお越しいただきました、加藤五郎さんと清野久美子さんです。お二人よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、お二人民謡以外にもいろんなことをされているということで、そこについてもお聞きしていこうと思います。まずは加藤五郎さん。加藤さん89歳。はい、はい、元気出すな。おかげさまで。いや、私は何もしてないですけども。どうしますか。89歳、太平山三好神社で1月17日に開催される梵天祭りで、はい、梵天を奉納するときに歌う三好節を歌ったということで。はい、うん、お、加藤さん歌ってますね。はい、これは毎年このお祭りやってるっすもんね。はい、うん、で今年こう加藤さんに歌ってくれってなったんですか。あの三好節の本堂会の方々、うん、ゴルフに行って、うんうん、それから、うん、あの半詰まるんですよ、本堂の方の。じゃ加藤さんの歌でもう祭りがボンと始まる、それがなければ、すごい、会長とその歌が本のなければ本領の本のありません。はあ、うん、今までも何回かやったことあるんですか。はい、ずっと。あ、ずっと加藤さんが、うん、20人ほどお世話になっております。あ、すごいですね。どうですか、なんか自分の歌で祭り始まるって気分いいっすべ。いや、やはり神様さんいるんだから、うんうん、この白名前のこっち、これ写真撮っていく人もいるんでしょ、うんうん、だから長生きだな。なんだな、うん、だから長生きだと思うよ。とってもいいことしてるから。なんしてこう元気出すべな、うん、こういう歌もやって。やはり、三好節を歌ってやるんですか、人にお住まげたいくらいね、うん、行くからやはりんですか、うん、犬でもやっぱり長もんずすらね、耳が発生だな。元気だ。元気出すね。うん、いいことしてるから。はい、ね、で加藤さんですよね、22年前から秋田市極南地域で月2回健康体操を開催してるということで、健康体操やってるんですね。あ、これはね、うん、県の、 あの秋田市の寿命、うん、長くいかに病気をしないで、うんうん、お医者さんさえかからないんで、はいはいはい、あの犬像を長くするわということで、うん、おばちゃん方を集めてやってくれということで、偉い祭で、うん、あの極南が好き祭でやっております。うん、なるほど。なんかいろんな人がこう集まって。そうですか。うんうんうん、極南の人もいるし、奈良山の人もいるし、うん、南通りの人もいるし、荒谷、うん、からも来ております。うん、そうかそうか、そういうのもやってるんですけども、あ、写真がまだちょっと歌ってる時の写真もありますんで、ちょっとそちら紹介しますね。それは大黒舞を歌ってる時、この写真。はい、はい、これ何の時なんですか。敬老会。敬老会だね。敬老会です。うん、あ、本人だよね、あの、はい、赤ハッピー。はい、間違いない本人です。赤いハッピー、かわいいですね。かわいい。あ、いろんなところで歌ってるんですね。ええ、うん、よかったらどんどん、あの、うん、いやいやりば、いずれも、うん、あそっかそっか。はい、ちょっと話前後しちゃったんですけども、またちょっと体操の話をしたいんですけども、はい、ちょっとその体操を今日みんなでちょっと我々も軽くやらせてほしいんですけども、ちょっと教えてもらっていいですか。あ、いいですよ。何だもんだか、はい、すみません、お願いします。はい、はい、先じゃ行きますか。はい、あ、ちょっと立った方がいいかな、みんな。秋田温度で、はい、あの合わせて行ってるんですよ。あ、踊る、うん、はい、体操をね、うん、はい、いやーとせほら秋田温度にす、はい、北がさっさどん、どっこいさっさどん、はい、どっこいな、ほらいずれこれよりごめんな、こう無理温度の歌を言う、あーそりそり沖に触りもあろうけれどもさっさと出しかける、はい、北がさっさどん、どっこいさっさどん、どっこいな。あ、ありがとうございます。いいっすね。まあこんなもんです。ありがとうございます。そっかそっか、歌に合わせてこう一緒にこう踊るんですね。そう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 、いいですね。これみんなでやってるんだ。そうです。ああ、いいっすね。全然今から落とすより落とすよりなもんだから、あの、あまり早く歌っても、ああ、ついていかないよ。でもいいテンポでね、うん、結構やってましたよね、こいつね。うん、おう、ああ、いいですね。ありがとうございます。そうか、こういうね、体操とかをやってるから、加藤さん、元気なんだろうな。おかげさまでね。はいです。ね、俺は何もやってないですもん。89歳、すごいな。はい、続いて、清野久美子さんでございます。はい、清野さん、新潟県、はい、お願いします。新潟県在住。現在は、訪問マッサージ愛の手に勤めております。はい、お写真あります。は
はい、もうちゃんとマッサージのね服着てやってますけど、どういうふうにお仕事されてるんですかね。各ご利用者様のお家ですとか、あのご施設様にお邪魔いたしまして、だいたい1人20分くらいでしょうか、保険を使いまして、健康保険を使いましてマッサージなどとかリハビリなどを、行わせていただいてました。そうか、訪問マッサージというのもやってるんですもんね。はい。そして民謡が大好きで民謡サークル有徳会に入会。はい。民謡が好きすぎて最近なんと秋田にマンションを購入してしまったということで。はい、買っちゃいました。いやー、秋田大好きです。すごいですね。そっか、いいね。新潟でもその民謡を歌ったりはしてるんですか。はい、私の地元の方の自分の会もありまして、そちらの方でも新潟民謡ばかりじゃなくて、まあ、秋田の民謡が結構皆様お好きなので、はい、歌っています。そうなんですね。はい、やっぱ秋田民謡って花ちゃん県外でも人気あるんですね。いや、それは大人気ありますよ、秋田の民謡。すごいですね。もうね、はい、大人気です。そうですよね。新潟の長いから。あ、そうです。そうか。清野さんは新潟に今お住まいで、はい、秋田にこう来たりとかっていうタイミングも結構多いんですね。じゃあ、はあ、結構そうですね、月の半分近くこっちに来てるんですね。サークルがあるからね、はい、じゃあこうもめもめの方は、はい、もみもみはその合間にあやりながら、で秋田でもやってくれるんですか。はい、任せてください。いや、ね、その保険を使わなきゃならないので。保険ってない、健康保険。あの皆様があのお医者さんにかかる時の国民健康保険を使ってさせていただいてます。あ、そうそうか、はい、それじゃまた地域だと変わっちゃうのかな、ちょっと対応とかね、そうですね、お医者さんの同意書とですか、そういうものが必要になってきます。なるほどね、で今日新潟の可愛いワンちゃんのね写真も今日持ってきてくれてるので。あ、自分の、はい、うちの娘です。あ、フェリーちゃん。はい、フェリーちゃん娘。かわいいな。じゃあ置いてくるんだ。はい、置いてきます。じゃあどなたが見てらっしゃる。はい、家族が。幸せですね。いいですね。いや、そっか、ワンちゃん飼ってるとちょっと1日でも2日でも見ないだけでもちょっと寂しいですよね。そうですね。はい、フェリーちゃん今日待ってるんじゃないかな。そうですね。はい、それでですね、清野さん最近なんと現在民謡のほかに津軽三味線を特訓中ということで、はい、まだ始めたばかりです。ぜひその始めたばかりの三味線をですね、はい、今日ちょっと披露していただけるということで、はい、はい、じゃあ準備の方よろしくお願いします。はい、すごいですね、民謡のほかにも三味線も始めてね、はい、で、すごいですよ、ね、はい、テクニックが。それではお願いします。はい、はい、お願いします。やっぱ難しいですか。はい、三味線なかなか秋田の三味線は、この駒をこう押さえるんですけれども、それ以外にも上鉢と下鉢を使い分けたりですとか、ちょっと叩きがあったりですとか。あ、そうなんだな、はい、でも面白いですね、やっぱやってて。はい、面白いです。あ、いいですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これからもね、ずっと長く長く続けて、はい、ありがとうございます。それではもちろんお二人には歌も歌っていただきますので、はい、まずはですね、加藤さんから歌ってもらってもいいですか。はい、はい、では加藤さん、今日は秋田公歌ってもらえるということで、はいはい、もうぜひ、はい、立って歌ってもらって、最終公演遊びに行きます。いやいや、はい、歌ってくれよ、はい、サイサイはNo!
花盛り、夏は草方尾ヶ島か、山沢和歌不和全部歌いましたね。はい、まあ声も出るっすな。そうですね。素晴らしいですね。いがったいがった。ありがとうございます。何日にかずと。でも歌来てよかったです。大丈夫です。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて、清野さんから歌っていただきます。はい、数のどつき祝い歌ですね、はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あ、三味線一回、あれですね。三味線渡しちゃって。はい。はい。では、はい、お願いします。はい、よい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 、あららくららんよいとな、今度とぬなな越えたかだかと、はいはい、村の山にの届くように、よい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 、あららんこららよいとな、めでたいものはくるみの花よ、はいはい、長く咲いて手の末丸く、あよい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 、あらりゃんこりゃりゃよいとな、ありがとうございます。いいですね、いいですね。清野さん前回出演した時よりもなんか声がもっと伸びて聞こえるように聞こえますね。先生のおかげです。先生素晴らしいです。今日もありがとうございます、ご指導ありがとうございます。お二人ね、素敵な歌、うん、ありがとうございました。それでは最後ですね、せっかくなので3人でちょっと歌ってもらおうかなと思いますけど、はい、あ、三味線あれですね、はい、はい、じゃあ、清野さんが三味線を弾いて、で加藤さんと、はい、花ちゃんで、はい、最後はじゃあ秋田節、はい、でみんなで、はいはい、やりますか。はい、じゃあ清野さん準備できたら、はい、大丈夫ですか、はい、はい、では最後3人で秋田節、はい、よろしくお願いします、はい、
行きたいよ。歌の途中ですが、まもなく番組終了でございます。加藤五郎さんと清野邦子さんにお越しいただきました。椎名ちゃん、明日も生放送でございます。また明日、さよなら。